なんだっけ、あれどんたくの屋台にちょっと行ってきました。そしたら足がめちゃくちゃ疲れましてですね、眠たいという状況でございます。なんで今始めたんだろうという気持ちに駆られてます。一旦寝ればよかったなと。姉ちゃんと渡辺アナが夢出てきた。ラジオ撮ってた。どんたく楽しい。あ、でもなんかパレードとかいっぱいあってすごかった。あとクマもいた。楽しかったよ。なんか屋台すごいいっぱいあって。だけどやっぱ座るとこがないから、ブルーシートとか持ってって座った方がいいかも。あの裏の、どんたくの会場の裏の公園みたいなとこ私たち行ったんですけど、屋台に行ったんで。そう、なんですけど、座るとこがガチでないので、ブルーシートとかなんかそういうちょっとした、なんかピクニックみたいなの持ってた方がいいかも。前髪上げてるのにやってる。ありがとうございます。何食べたの。とりあえずファンタを買って、小籠包5個入り食べて、あ、フリフリポテト。人は多かったです。見つけたお宅を椅子にしたらいいんじゃない。おいなかったの、私のオタクは。私のオタクがいたらね、ちょっとそう四つん這いななっつって座るからって言えたんですけど、いなかったのでできなかったですね。そうなので、小籠包とあとフリフリポテト食べました。それとあといちご飴食べた。お腹いっぱい。お腹いっぱいです。今日は楽しかった。よかったです。今日私のファンの人なんかいっぱいいた。いつもよりありがたい。新鮮。なかなか最近しなかったもんね。中飛行機です。あ、そっか。明日のイベントあるからね。気をつけてね。まあ明日は多分私ポニーテールのはずだ。今日もまつげ、そう今日まつげいい感じ。流星さん、かわいい、ありがとうございます。マジでふくらはぎがパンパンすぎてびっくりするぐらいパンパンなんですよね。そうだ、みんな買ってよ。私明日のためにじゃじゃん、無印のネックピロー。これ本当にいいの？みんながいいって言うからさ、無印で買ってきたけど、これ本当にいいの？これでしょ、みんなが言ってたの。もうちょっとここ閉めた方がいい？こういうこと？何が正解なのこれ。あ、これ正解？本当にこれめっちゃいいの？え、こうみんながこれいいって言うからこれ買ってきたのよ。今夜終わりどんたく終わりにわざわざ寄って、無印これそんないいんだ。ライトグレーみたいな買うか黒か迷って、汚れがつかなそうな黒にしました。西区は雨がパラパラ降り始めました。あ、そうなんだ。バイ、首がない。首はあるよ多分。野球場ナウ。明日はゼップ参戦します。待ってます。
こういうの買って準備した時に限って隣のメンバーと話したばかりで使わない。いや使うんじゃないかな。寝そう。ヤスプッチンさん600回目の方もありがとうございます。明日参戦します。ありがとう。なんかお見送りでもね、明日行きます頑張ってみたいな人何人かいてありがとうございますって思いましたね。まあ開いた。ベロガンだ。どんたくでさ、イカ焼き買って帰ろうか迷ったんだけどやめた。イカ焼き、イカ焼きと、ちっちゃい時お祭り持って帰ってて串で袋に穴開いてべちょべちょになって帰った覚えがあるからやめた。いただきます。初めて飲んでになっちゃいます。あ、そうなの。ありがとう。キュウイ泣いてる。泣いてないよ。どうしたの。なんで。あくびしてためっちゃ。メルコさん金のタコありがとうございます。どんたくステージ行こうと思ったけど雨降りそう悩んでる。だからこそ行ってあげな。でも中心になっちゃうのかな。雨降ったら目がうぐるうしてる。あ、目の下かな。ラメ入れてるからキラキラはしてる。空港混んでんのかな。あー混んでんじゃない。18時から新作の猫ボールでゲットするために待機。何のやつ。ミンネとかその辺。ゆうちゃんクイナのスタイル憧れるってさ。いや絶対そうだ。うっそだ。視聴さん金のタコありがとうございます。さとぴさん200回目の方もありがとうございます。混んでますよ。やっぱ混んでんだ。メッセージの上は屋根あるので HKT メンバーももらえてます。お客さんがいっぱい来てくれてるといいですけどね。しゃべり会3部撮ってるお洋服期待してます。そんな大したお洋服は着ないと思います。薄着で外出たけど少し寒いね。いやそうなのよ。お腹のしゃべり返し服かスーツで迷ってるけど、みなちゃん的にはどっちがいい。どっちでもいいな。でも普段その私服で会いに来てる人がスーツ突然着てると、おーなんか珍しいな、新鮮だなってなるけど、でもそんななんかめちゃくちゃなんか毎日会ってるわけでもないけどってなってくると私服の方がいいんじゃない。なんかスーツにレア感を持たせるみたいな。ジガシマさん金のタコ5個ありがとうございます。うん。甘げ準備してる人もいる。すごいね、偉いね、それは。あ、めっちゃ眠たいかも。春吉橋のところも屋台がない。春吉橋、中洲と春吉の間の橋ですか。デコ出しは何ヶ月ぶりですか。全然覚えてない。最後いつやったか。15分経ったら一旦寝ようかな。夜も一回しようかな。
2016年初めて飲んだくれた時はものすごい大雨と寒さに震えながらステージ見てた。確かにそれ大雨きついな。あと5分で15分、 OK。 明日の会場3年前にできたところだから綺麗。あ、そうなんだ。あると思ってた、もともと結構古いやつかと思ってた。ありがたいですね。まあ私アイドルなんでお手洗いなんて行かないんですけど、やっぱそういうとこが綺麗だとありがた嬉しいなって思いますよね。ムイタルさん、金のタコありがとうございます。一栄さん、100回目の方もありがとうございます。アラームはせんでね。まあ最悪ね、ショールーム15分行けば夜中になっても、まあまあ。じゃがしまさん、アイラブユーありがとうございます。明日の準備されていければ大丈夫って感じ。前髪上げのポニーテール一緒どうなるんだろう。顔全開だね。無理だ。明日の準備はこれから。これからですね。どうせ行って一泊してすぐ帰ると思うので、KSK さん、かわいい、ありがとうございます。中さん、優勝ありがとうございます。寒い、眠い。一栄さん、スズラン花沢ありがとうございます。今日さ、膝横にさ、あざができちゃった。痛い、結構触ると。姉ちゃんはどんな髪型しても可愛いと思ってしまうから、僕の意見は参考にならない。そうね、全然参考にならんね。クリーナちゃん、なんだい、打った。え、わかんないの。公演中なんか痛いなって思ってパッて見たら、気づいたらあざになってて、あれなんだろうみたいな。どこでいつできたか全然覚えてないの。いや、でも不毛の前にはできてたから、リハの不毛か公演中のどっかだと思うんだけど、どこなんだろう、全然わかんないの、マジで。あの公演中って本当に無意識で気づかないうちにあざができることが結構あって、じゃあ仕事放り投げて向かいますちゃんと仕事をしてしてから来て。でも私一時期足に毎朝起きるたびにあざが増えてるっていう時期があったんですよ。結局なんでかは分かんなかったんですけど、ずっとそのトレーナーさんとかと一緒に、なんでですかねみたいな、眠ってる間に壁に足をゴンゴンぶつけてるんですかねみたいな。私のベッドフレームがないタイプなので、だからなんでですかねって言って、マイクはぶつけてない、今日は。不思議だよね。寝てる間の宙人さらわれてる。さらわれてんの、窓とか開いてないのに。あざを触ると痛いって感じかな今日のは。壁に足ぶつけてる。いや、ワンチャンそうだよねそんなことあるっていう感じではあるけど、人間の体って不思議ですよね。壁にぶつけてないと同じところに。確かにそうだね、そう考えると違うかも、壁じゃないかも。あ、めっちゃ眠たい、やばい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 。寝ぼけて壁殴って穴開けたことある最悪。
った15分にちょっと一旦やめるわ。よかったツイートしなくて。13位アジシノクさんありがとうございます。12位中堅ハチコさんありがとうございます。11位アキさんありがとうございます。10位バクトラさんありがとうございます。9位キャロックインさんありがとうございます。8位トシさんありがとうございます。7位スミさんありがとうございます。6位タカさんありがとうございます。5位マサさんありがとうございます。4位ティーチバイさんありがとうございます。3位チェイさんありがとうございます。2位ムニタルさんありがとうございます。1位ジャガシマさんありがとうございます。キャロックインさん金のザコありがとうございます。一旦休んで、まあ起きれたら夜もします。エスプティンさん、イチエさん、金のタコありがとうございます。あ、間違えた、 HKT チョイトジさんだった。金のタコありがとうございます。なぶけてるから許して。起きてからメール送ります。なので頑張って9時までには絶対に起きようと思います。配信はいつやるか分かんない。準備が終わってからするかもしれない。